つーわけで今回は前回言った通りね、外観の駅前の縄張りをこの通り全部奪い取ってきてやりましたよ。この老け顔番長と一緒にな。いや本当に加納さんが頼りになるんだよ。全然苦じゃなかったもん、縄張り広げんの。でね、一通読み損ねてたメールがあるんだけど、前回。まあメルマガなんだけどね。一応読んでおこう。外観ビビらす記事書いてくれよ。ナメクジがついに外観地区に乗り込んだ。外観の怒涛の攻めを防ぎ切ったナメクジがお返しとばかりに敵の本拠地に攻め込んだ。大胆不敵すぎるナメクジ。ちょっとあんまりナメクジ連呼されると、バカにした感出ちゃうからさ。もうちょっと書き方考えてほしいかな。一気に決着をつけるつもりなのか？そうだね。敵の本拠地にまた一人で突っ込もうとしてるんだよね、ナメクジが今。バカだからさ。で、今、外観工業高校に迎えっていう指示になってるので、向こうだね。行ってみよう。外観工業高校、さすがに今回はタダで返してくれると思わないけどね。パクヨンの時みたいに。ここか。うわ、壁すげえな。史上最強の字おかしくない？いろいろと、最狂いになってるし、やるぞー！どうか！まず挨拶代わりだ。やっちま、バスガス爆発！やっちまってくださいよ、加納さん！いや、ほんとにね、大体開幕に必殺技ぶち込んで、ほら、ほら、もう二人倒した。強すぎるんだよな。あ、俺も倒しちゃった、一人。つえー、これが最強コンビだね。この最狂いって書く方の最強じゃなく俺たちが最強だ。よし、怖いもんなしよ。これ学校の中入れないのかな。端っこ通ってったらこれすり抜けて中に入れしないね。イベント始まっちゃった。ここが外観工業高校か。ほら、ナメクジが通るぜ。ランキング1位のナメクジが通りますよ。網浜1位の男が通ってます。こんにちは。バカがのこのこ殺されに来るとはよ。あー、もう顔分かってんだ、ナメクジの。こいつの首は俺のもんだ。てめえには譲れねえな。おお、どんどん来た、どんどん来た。いや、こんだけ人数いたらさ、誰が倒したかとかわかんないでしょ。バカなのかな。見知った顔がいねえな。今日は雑魚ばっかか。へっへっへっへ。くっ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 。誰の話だ。んな奴がいたか。あ？あの役立たずどもは制裁中だよ。お、いろんなとこで倒した奴ら。パラダイスんとことか、白金とか、負けたやつはもう終わりみたいな感じだったもんね。本当に氷堤学園テニス部かよ。なんだてめえは、制裁ってどういうことだよ。俺は言い遣ってんだ。あ、でもなんかこいついたな。ここの後ろにも書いてあんじゃん、史上最強って。あちこちに書いてんだ。ここのナンバー3だよ。ほう、結構幹部なんだな。今は元じゃないんすか、ケケケ。あ、やっちゃった、ブギャー。かわいそう。え、ナンバー3外されちゃったの、この人。何舐めた口聞いてんだ。てめえ、仲間じゃねえのかよ。俺に手下はいても仲間はいねえ。バカには痛みを体に刻みつけて覚えさせんだよ。こいつは3年生かな、じゃあ。お前がやったやつも病院のベッドだったりしてな。これで俺らものし上がるチャンスができんだよ。助かるぜ。てめえら仲間になんてことしやがんだ。ああ、そうだね。ナメクジ君は、仲間に冷たいやつには厳しいからね。仲間を大事にしないやつは、この学校じゃ負けるのが悪なんだよ。外観に負け犬とか役立たずなんか必要ね。さて、おしゃべりはこれぐらいにするか。まあ、全員仲良く負け犬にしてやるけどね。俺もてめえやって元の居場所に戻るぜ。ここは暇で暇で仕方ねえ。ここをてめえの定位置にしてやるよ。
今日から負け犬の仲間入りだ。お、全員仲良く負け犬にしてやるよ。カノさんかな、やっちまってください。カノさんお願いします。さすがカノさん、いきなりかましてくれたね。俺も続くぜ。よし、おら、よし、だいぶ数は減らしたかな。で、あの飯塚ってやつどこ行った。あれ、まさかもう死んでないよね。え、嘘、飯塚くん、あそこにいたか。これが飯塚。うわ、いきなりクリーンヒット。お前ふざけんじゃねえぞ。カノさん助けて。あれ、カノさん技連発するな。もう飯塚くんだけになっちゃった。あれ、これひょっとして、あ、やっちゃったね。マジで強い、カノさんありがとう。多分7割ぐらいやったよね、カノさんが。ナメクジも必殺技で割と蹴散らしてはいたけど、うぇー、背後からの攻撃もものともしない。すげえ、相手だけスローモーションじゃ。あ、鉄パイプ持ってきた。もう倒したんじゃないの。お前はやられたんだよ、もうカノさんに。さあどうする。お早すぎるでしょ。相手だけスローモーションになる能力持ちでしょ、今の感じは。すげえ。下駄の裏で蹴られんの痛いんだろうな。超気合技、ゴーストフック。まあ、お目にかかれませんでしたけどね。だってここがまだ終わってねえぞ、おい。とことんやってやるよ、残りのやつらも出せや。知らねえな。お前もな、負け犬だぞ。どこにいんだよ。おう、死んだふりやめろ。お前もこうなりてえか、どこだ。ひ、仲良しにてめえの仲間をやりに。お、桐生一馬現象だ。やっぱそうなるような気がしたよ。なめくじ不在の仲良しを狙ってくるっていう、そういうことしそうだもんな、こいつら。で、仲良しクラブに戻れだ。で、またメール来てたね。メルマガ、なんて書いてあった。外観の番長仲良しを教習。え、ここのナンバーワンが言ったのか。なんだ、入れ違いになっちゃったじゃん。考えてることは同じだった。ナメクジが外観に攻め込んだんと時を同じくして、外観の頭が仲良しに入ったという情報をゲット。どういう情報を申してんだよ。どっちが勝つのかもう分かんないよ。そっか、仲良し行っちゃったのか。高津くんたちが危ないね。ここにもいくつか縄張りあるんだな、校内にも。まあ、あとにして仲良し戻るか、急いで。さあ、戻ってきましたけど、割とゆっくり戻ってきたな。襲われてるって情報だったのに。どこ行ってたんだ、なめくじ。もう終わっちまった。いたな、こんなやつ。もうやったの、高津くんたち。うわ、やられてる、みんな。矢沢も。進藤さんどこだよ。逃げたのか、進藤さん。おめえが予想外に頑張っちまうからよ。予定を変えて先にこっちをやっちまった。あ、でもなんかさっきの飯塚ってやつが元ナンバー3って言ってたから、この3人がトップ3なのかな。外観のこの3人だけでやったのか。手下連れてる様子もないし、この戦争時に留守にしたお前のせいだな。なかなかの強者だね。大丈夫かよ。悪い、守れなかったし、すいません。まあ、戦いで頼りになるやつらじゃないからな、そんなに。高津くん以外。赤松、こいつがナメクジか。おい、ナメクジ、こっち向けよ。あ、なんだ、お前がトップか。あ、トップなんだ。俺が外観占めてる国行ってんだ。あー、ランキングでよく見てます、名前は。テルブログでよく見てますよ、名前。光栄です、お会いできて。こんなことになって残念だな。てめえらの負け認めろよ。もうこんなことしたくねえだろ。こっちだってやってるからね、外観乗り込んで。おあいこでしょ。バカ言ってんじゃねえよ。あ、この状況がわかんねえのか。まだ終わってねえ。この俺が負けてねえ。く、一人で何ができるってんだよ。あ、頭通して怠慢しろや、この野郎。ま、いいだろう。
まあ、こいつナンバーワンにしてはそんなにオーラねえな。外観にある廃工場まで来い。仲良しと外観どっちが網浜のてっぺんか決めようじゃねえか。てめえらは俺が潰す。絶対潰す。そう来なくちゃ面白くねえ。ほう、ここではやらなかったか。トップもっとオーラあるやつが良かったな。あれじゃランキングのさ、国、あでも国ってやつがトップって言ってたけど、頭張ってるって。もっと上にいいんじゃん、石丸ってやつ。へー、え、あそこにはいなかったのかな。赤松って呼んでたよね、あの金髪のことは。国井と赤松ともう一人いたのが武井かな。いや、もうほとんど倒したな。で、あ、更新されてる。痛み明けの入れ違い、そして交わされた約束。お互いの頭が入れ違いの結果は引き分けに終わったみたいだ。そうだね、お互い入れ違いになって潰してきたわけだから、向こうの幹部を。確かに引き分けみたいなもんだよな。そしてついにお互いの頭が対面決着をつける約束を交わしたらしい。ついに網浜の新しいナンバーワンが決定する。ランキング的にはね、だいぶ差ついてるんですけどね。これでも下克上されちゃう可能性があるのか。すげえ大差だよ、もはや。鶴見森林公園で高津に会おう。ほう、高津くんに会うんだ。ちなみにメールは、あー、メルマガだけか。前々からメールくんの楽しみにしてんだけどさ、あれから来ないな。公園ね。お、いるね、高津くん。ヘイ、高津くん。ヘイヘイ、この野郎、喧嘩しろよ。無視。てか、大丈夫？やられたんじゃないの、結構。よ、具合はどうだよ。もうバッチリってわけじゃねえけどよ。悪かったな。まあね、不在を、留守を狙われてしまった。これはどうしようもないからな。外観は俺一人で潰すからよ。そんなに熱くなんなって。なあ、なめくじ。お前はどこの人間だ？お？仲良しに決まってんじゃねえか。奇遇だな、俺もそう思ってんだよ。一緒に戦うってこと？ああ、そういうことか。だったら一人で行くとかなくね。覚悟はできた。めちゃくちゃ口開いてる。覚悟はできてし、負けっぱなしじゃ気分悪くてよ。俺は仲良しに入ってよかったよ。うわ、なんかすげえいい言葉聞けた。ちょっと、すいません、おまわりさん。怖かった、目の前に急に。あ、相棒が高津くんになってる。老け顔番長じゃなくて。次どこに行けって。外観地区に向かえ。で、あ、女の子来てよ。よっしゃ。ね、ちょっと話があんだけど、時間ある？なんか大変なのは知ってんだけどさ、ランブルカフェで待ち合わせね。祝よろ。オッケー、高津帰れ。すげースピードで去ってった。マイマイと約束あるからさ。よし、行くぞ。よう、あれ、ヒロタはまだ来てねえの。ヒロタって呼んでんだ。あー、でもナメクジらしいかもな。下の名前で呼ばないよな。そろそろ来るんじゃないかな。さて、買い出し行ってこようかな。おいおい、店開けんのかよ。え、何、ワンオペなの。諸星さん。まえちゃん、注文は帰ってきてから聞くよ。ん？あ、来てる。なるほど。あれだね、粋な計らいだね。二人にさせようという。
鉄平から聞いたけど随分と派手なことになってんだね。俺のせいでダチやられて黙ってらんねえよ。あ、ストーリーとリンクしてる。あの後だもんね。ほんと友達思いだよね。お？ねえ、なんだマイマイ。あたしダーリンの彼女になる。いやいや、彼女になってないのにダーリンってもう呼んでんのもおかしいんだけど。ビビッときたからもう決めたの。もう決まってんのか。俺の返事いらねえじゃねえか。返事か。昔は聞かずに突っ走ってたな。若かったな。高校生だろ。高校2年生だろ今も。よし、わかったよ。はい、どうぞ。ん？そう、かしこまられるとよ。ん？昔の男の代わりは勘弁だぜ。これを言うのは野暮な気がするな。確かに少し前までは昔の男の代わり感マイマイの中であったけど、今はもう違うと思うので、彼女の中では。ナス太郎のことをちゃんと好きでいてくれると思うので、そんな野暮なことは言わずにこっちっていう感じがするね。コミネちゃんと付き合ってるはずなんだけどね。完全になかったことになってるけど、こっちだ。へへ、ありがとうよ。これからよろしくな。しくやろう。やっぱ笑顔っていいね。いっぱいニコニコしてよね。ただいま。ただいま。聞いてたでしょ、どうせ。諸星さん。コーヒーは2つでいいのかな。うん、ダーリンのおごりで。お砂糖3つで甘くしてね。入れすぎ入れすぎ。終わり今ので。砂糖3つのくだりで終わり。チョキチョキ T シャツを入手し、俺の部屋に送りました。やっぱ T シャツエンドなんだ。 T シャツもらえたってことは、これうまくいったってことだよね。やったー。完全にコミネちゃんなかったことになったな。でも今ので終わりか。もう会えないの。ちょっとそれはそれで寂しいな。もう多分女の子に会えるイベントないよね。これで最後だよね。寂しくなるね。で、何でしたっけ？ストーリーは。あ、外観地区に迎え。さっきは帰れって言ったけど、呼び出してやるか。高津くん。一緒に行こうぜ。そういえば俺彼女できたわ。二人も。よし、行く前に王将食ってこうかな。ちょっとさ、まあ気合消費半減が一番体感的には強く感じるんだけど、最近ちょっとね、もう強すぎて、強さをちょっとだけセーブさせる意味でこっちにしてるんだよね。酢豚セット、攻撃力が 20% アップ。これも十分強いんだけど、気合消費半減が強すぎるからな。ちょっとこれ食って、あ、またイベント来た。タコさんの。どうだ、腹がいっぱいになったか。満腹だよ。餃子の王将最高だぜ。あー、腹減ってきたな。なんか餃子と焼き飯が食いてえな。はっは、嬉しいこと言ってくれんじゃねえか。よし、飯のおまけに一ついい話をしてやろう。いい話。現ワンパク幼稚園番長の八神誠。お、死神。死神ってのはな、むちゃくちゃ強えだけで人がついてくると思ってる。確かに強えやつが上に立つのがわんぱく幼稚園のしきたりだ。だがそれだけじゃ人はついてこねえと思ってんだ。いや、そうだと思うよ。要するに、みんなに信頼してほしかったら、まずてめえがみんなを信頼することだ。その辺なめくじは問題ないね。ってことだよな。そこが矢神に欠けてるとこだね。喧嘩魂一つ。あ、ありがてえ。男なら必死に頑張ってみろ。腹が減ったらいつでも来いよ。なんか普通にありがたいイベントだな。
喧嘩魂もらっちゃった。また定期的にここ来よう。またちょっと強くしたりしててさ、懲りずに腕っぷし45まで上げちゃおう。強いな、強くなったな。なんとなくキリのいい数字で気持ちいいね。ご刻みのこれ、外観行ったらもう最終決戦みたいな感じになんのかな。ちょっと緊張するわ。行ってみるしかないけどね。外観ここだ。イベント？なんだ、いきなり待ち伏せされてるか？うぃっす。ん？お！あ、そっちの待ち伏せ。うわー、あちー。どうしたんだよ、みんな一緒に戦ってくれんじゃないの。てか川上なのかよ、ワンパク幼稚園代表。うわ、うっちゃんもいる。パラダイスの2人も。おいおい、勢ぞろいじゃねえか。クリリンとかも来てほしかったな。お、俺は差し入れだけ渡して帰ろうかとも思ったんだけどよ。いや、いいよ、それで別に。そんなに腕っぷし自慢じゃないから、うっちゃんは。ここまで来てそれはないだろ。お前だってナメクジを助ける義務があるはずだ。別に義務じゃないけど。義務じゃないと思うけど。名倉さんが、名倉さんが行ってこいって。小野田が世話になった分はこれでチャラだぜ。いいやつだな、川上。死神も連れてこいよ。あいつが頭だろ。暇人ばっかり集まりやがってよ。行こうか。最高だね、このメンバーで。外これちょっともう最終決戦感ある、あるよ。誰だ、情報やでしょどうせ。もう女の子からメール来る余地なくなっちゃったから、もうメルマガしか来なそう、メール。ブログ。ありえない光景、決戦間近の外観地区。ちょっとこれすごくない？片方を贔屓するのは情報屋として問題ありありだけど、こんなの見たらちょっと熱いものが込み上げてきて、すげえ器の男が網浜に来たよね。情報屋やっててよかったよ。勝てよな。うわ、もう最後感すごい。これ最後のメルマガでしょ、絶対。絶対。マジ？廃棄物処理場ってどこっすか？あ、左側、あっち。行くか。ちょっと緊張してきた。廃棄物処理工場。こっち行ったことないんじゃなかったっけ？てか、なんか前はこんな場所開放されてなかったような気がする。行き止まり、みたいになってて。え？網浜を歩き尽くした散歩好き。あ、すべてのマップに足踏み入れたみたいな。ことか。うわ、マジかよ。本当に最後じゃん。